ウエス先生、ちはやです。マリオメーカーやっていきたいと思います。敵隠しなし、向こう岸を渡るだけ。めちゃめちゃ簡単3なのにクリア率が 1% で、ベストタイムも13秒かかってる。なんですかこのコース、すごいね。うわ、なるほど、まさかのスクロールで。あ、そういうこと。一回上行ってから下行くんだ。上行って、じゃあこれで耐えて、これでいいの？あ、もう一回行くの？ OK、耐えて、ガクンガクンして、はいはいはい、いけたー！いけちゃったー！やったー！なるほど、いいね！まさかスクロールコースだとは思わなかったな。そうか、なるほど。ユードラゴンくんが作ってくれた、ちはやの挑戦状、ズルスピードラン3ですね。やっていきましょう。ちはやは、80秒以内にクリアするのを目標にやってほしいと。OK です。さあ、ズルといえば、ちはやの代名詞。参りましょう。さあ、ズルを探していく。右の空間はいけるのか？まず1個目発見ですね。ここがいけますよ。さあ、持ってく必要があるのか。これ、なるほど。持ってくればここいけて、ズルできるところはないかな？オッケー？こうかな？はい？はい、オッケー？うん、まだズルできるところはここにはないはず。三段ジャンプ。オッケー。からの？もう一丁？三段、あ！ここだ！あった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 ！反応良き！反応良きです！からの、ここら辺はズルできるところはないかな？あ、ここあるな。上行けますね。上行けるということは？オッケー。こっち入ればいいんですね。ドア、うわあ、それはそれは無理だ。スピン、オッケー。これ上行きたいな。どうやっていけばいい？ 1,2,3、 オッケー。で、これはこっちだな。あ、いけるな。こっちでいいのかな。入ってみた。違うか。あ、ここ繋がってんだ。となると多分いけんのここだな。あれ、いけない？あ、いけない。ここいけないわ。いけなかった。いけると思ったんだけどな。まあ、どっちにしろ落ちるにはなんなきゃいけなくて、ここいけそうだな、そしたらな。あ、でもデカ状態キープできるか。これが落とし？バネじゃーん。オッケー。どっかいけそうなとこない？ない？ないね。じゃ、やっぱあのガリガリかなー。あれ、でもデカ状態キープできるかなー。壁キック。オッケー。からの、上から行きましょうね。オッケー。ここはズルできるよ。ドア。オッケー。なんすか？いいんすか？ここで。バネ持っていくことも可能だけどね。そしたらズルできるのか？どうだ？ここは絶対行かなきゃいけないっすな。あ、2回音符切り替えとけば行けたわ。ほい。こっちに来る必要がなかったですね。ちくわ3つ分。これで短縮が可能。オッケー、うーん。バネ当たっ、バネじゃねえや。トゲ当たっちゃうよな。なんかキノコ状態とかキープしてれば、ワンチャン。スタートって、あ、上のドア入りたいけど、入れない。なんか方法があるっぽいな。さあ、ドア。うん、ゴール臭い流れ。あ、でも80秒残しはいけましたね。そうよね、これゴールだもんね。よーし、オッケー。じゃあ、あとはガリガリの謎を解けば多分クリアかな。まずは1個目のズル。ズルというか攻略。オッケー。バネ持ってくると2つ目のズル。で、ここにズルは確かなくて、ただ走るだけ。オッケー。ないよね。ここはないはずだよ。3段ジャンプ。ここは正当にむずい。オッケー。トゲの配置が。で、ここに3つ目のズルがありますと。で、4つ目のズルがここに隠れてて、あぶれあぶれ。一応、ショット側がっついてきております。スピンで、ボン！せーの！オッケー！オッケー！ 3 段出ましたね。ファイヤー状態をキープしていって、そうだよね。2回食らっちゃうもんな。あれ？ここいけると思うんだけどな。ここいけないと、だって外化できんくない？
絶対いける、絶対いける。踏み切り位置の問題だな。はい。いや、いけない。頭ぶつけてるかな。ここでどうだ。え、ダメだ。今のでダメだったらダメだわ。みんな謎が解けた。多分ね。いや、これむずいけど。こう。あー、ダメだった。ただ難しいよな。しゃがみくるんで、トゲの下まで入り込めれば、デカ状態キープできると思うよな。いやー、むずいな。うわー、できた。でかい。よし、この空間があればいける。けど、あ、いや、もうこれは、食らいながら、確実に、やったやっぱあったわ、ほら届くのか届いたあ、降りてよかったんだなんかあれなんかあったーメット被ってこれなんだあ、ここに繋がってくのか。確か下だったよな、2個くらい。上の土管も入れそうだけどな、そしたら。これは、こっちからだったね。オッケー次なんだっけ。あ、どうすんか。これはやんなくてもいい。オフ切り替えて、切り替えて、2回切り替えておけばいける。よし。はいはい。はいはい。さあ、でもって、ここ食らいながらいけるようになりましたよと。あ、でも、これやっちゃうと、あ、どうか、ドア入れなくね。メット被ってくれば外科になるのかな。あ、そしたら抜けれて早いな、確かにな。この、バネを、持っていく。で、2回発動させて、これ持っていけるかな、難しいよな。OK!OK、OK、持っていった。そしたら、ここが、いけるようにならん、あー、クランカーい。来ました来ました来ました。ここを置いて一回滑って入って、これで完璧じゃない？よーし、オッケー。早いよ。からの、壁キックして、ここのドアに入って、一個、二個、ここ持って、ドヤー！お、ガチ80秒台じゃない？これ。記録達成。おー、いろんなズルを仕込んどいてくれてありがとう。めちゃめちゃ楽しかったぞ。そして、目標も達成。ありがとうございます。これ X ランクえぐいな。こっから5秒短縮いける？誰か俺の仇を取ってくんないか。1分15秒台をぜひ出してほしい。頼んだぞ。これ面白そうじゃない？ワンパズル。目の前ゴールなんだけどってことよね。うわー、コイン取んなきゃいけないんだ。まあ隠れてるんだよね。最初キノコもらえる感じだから、ここの下にありそうだよな。ない？ないの？まあ、あるわな、あるわな。こっから壁キックとかで取れない？取れない。オッケー。ここには隠れてなさそうだよね。この空間怪しいよな。ない？あった。オッケー。うわぁ。あと2枚どこだろう。このちょっと高くなっているところからジャンプ入れて取れるところに1枚ぐらいはあると思うんだけどな。ないかな。
ないなぁ。じゃあね、三段ジャンプ入れたとこに、ないか、ないか。じゃあ、ブラックパックの手前。ここで、三段ジャンプ取れない。なるほど。ないね三日ランナー、マジか。いや、でもやっぱこの下怪しいよな。その橋の下もう一回行ってみようぜ。一旦キノコを取らないという愚行。ここにあると思うんだけどな。ないかな。ないかな。ここ、ない。ないか。ないなぁ。わかんねえ。ブロックの位置を確認。ここね。オッケー。今見えたブロックの一個上とかにあったりするんじゃねえかなって。だから、こういうジャンプの仕方で、取れるんじゃねえかなって思うんだけど、取れてないんでないな、多分。同じ考え方で、ここ。ないね。ここと、じゃあこの一個下は？あった！あったわ。あと一個だなぁ。でもやっぱ、右に2個なら真ん中に1個くらいだろうな。ただ右側だと3段ジャンプできるスペースがないから、やっぱりこのブロックだと思うんだけどな。あったー、見っけたー、気持ちいい。よかったです、クリアできて。ありがとうございました。